会見じゃないの。会見だ。ちょっと、いいか。そんなに太い根っこってないんだな、これ。あ、ここにある、これ。あそこにあるでしょ、鉢。ん？あの、でっかいの。これか。てれん。そのまま、なんかそのまま入るよ、プロって。鉢ごと入るんですこれ、これも切っていいかな。もう切られないな。これで切ったら俺は殺す気かって言われるのか。ここに一つあるんだよ、太いやつだよ。これを切りたいけど、これ切ったら、あ、これ切っても切りいいか。どっちみち切るんだから。太くさ、やばかったらいいんだよ。いや、鉢に入らないじゃん。あ、そうかよ、うん、これもさ、でもさ、入るの、これで収まるんじゃないか。何か、かっこよくなったんだね、うん、思ったよりそんなちっちゃくないな、鉢。そうでしょ。これがね、これがぶつかるんだ、ここが。ああ、うん、本当はもっとこっち行きたいんだけどさ。切っちゃうかい。いや、切ったらあれだよさ、こっちへ行きたいけど、ここだもんね、これだもん、これ、これ。ああ、ここ、それ切ったら全部取れちゃうか。うん、これは切ったらやばいでしょ、うん、だからやっぱりね、こう、要はこう、こう植えたいのさ。だから、まあ少し盛り上がってもいいさな。まあ完成でないから。本当はそれ真ん中に足したんだよ。真ん中からで足したんだよ。これをね、うん、立ち上がりを、うん、立ち上がりをね。で、これが水平になるぐらいにしたいの。ああ、なるほど、うん、だからこれがもうちょっとこっち行か、行けばいいんだけど、まあ、今回はどうなんないから、これはこれってことでやってさ。まあね、うん、次の植え替えの時だろう、ね、うん、次の植え替えの時さ。逆じゃないの。いや、それ何さ、網縛るだけか。あ、そっか、穴あるの、うん、穴あるからさ。いろんなやり方あるな。人があれば網のかけ方も違う。そうだ、社長のね、あの網の止める方やつで、うん、あれいいと思うんだけどね、うん、あんな簡単にスッスッといかないんだよ、俺の場合。なぜかしら。あ、はい、ちょっと中見して、中と裏、三つ穴でしょ。裏はこう、裏一つ。あ、その余ったやつで針金で押せるっていう。うん、そういうんだよね。飛び出た猫、うん、飛び出たやつもね。あ、一番前に陣入ってるでしょ。そうだよ。
一枚目本当もっとこっち行きたいんだけどな。今回は我慢すると、うん、次のやつだね。おっあら大ちゃんか。うるさくてきた。これをお願いします。ここに行けばいいんだ。おお調味に作ってきた。いいね。いや先週よりだいぶ良くなったんでしょ。今週の初めか。痛いじゃん。これ曲げた。本当はもう少しこう寝かしたいんだけど。まあ今回はリハビリやな。これ曲げた。投げられたの。津軽、姫津軽です。姫津軽、津軽ってリンゴあるよね。あるね、津軽ってね。それのちっちゃいやつ。うん、姫リンゴ。うん、リンゴ。で、これを、まあ、これに植え替えようとしてます。はい、ちっちゃいやつ。それ、あれだよ、全然パンチ。いや、これ買ってる。すごいあれだわ。あれ。ここもらってすごいよ。あれより小さくして。マスマス用になって。これなのこれ。いや。それから取ったら何もなくなる。なくなるよこれ。一回かけてきたやつでしょこれ。火曜日の日。かけてきたやつでしょ。いやこれだもんって。違うね。これちょっと見てもいいね。あ、見てもらった方がいいな。かけ方は2本目だ。これやっぱりあれだな、JR のかけ方でさ、だったらすぐ超えてくると思うんだね、これ。これ社長？ JR のかけ方。社長？ラック見たくなってる。これどうするの？手が痛くて、あの針が曲がんないって。社長これボロンと切ってもいいの？え？これ切っていい？病気見たくなってる。それ取らなきゃだめ。なんとか病。ニューコブ戦中。ネクブセンチっていうこれ。こうガン。これ、うん、よくあれに出るんだよね。それ取らなきゃだ。これボケに出るんだけど。いやリンゴも出んだ。病気なの？病気。これ病気なの？うん。ネクブセンチってガンだ。ガンか。治んない。やばいって。悪性の腫瘍だって。もう治んない。もっと目に出ないとやばいよ。パラッと取れるんでか？これポコッと。あ、うん、そう取れるんだ。でこれちょっとこれちょっとこれ、これ美味しいよこれ。これなんかつけてさ、もうちょっと切った方がいいわ。子供釣りがあるの？そこでなくて、あ、それ違うべさ。これ違うか。あ、そうだ。そこだけでいいんだ。それでなんか塗ったくっとけ。あれあそこにある。いや初めて見た。これ初めて見た。それはかなりあれだわ。貴重な動画で。ステージ3ぐらいだから。あ、そう。ほっとけば。ステージ3。俺の胃がんよりあれだな。立場悪い。俺の胃がんより胃がんのあれだもん。初期だもん。ステージ1だ。1だ。もう出たばっかりだ。ステージ3たらもうかなり結構いってるね。完全に取り除いたの。完全に取り除いた。あのね。大手術。全身麻酔で。ステージ1行ったらちょっとした悪性腫瘍みたいなもんなんだろ。いやもうね、出たばっかりした。そうだね。うん。それは別に下に穴が開いてる鉢にしかできない技かい。そうだね。あのこういうふうに穴があると、要するに引っ張りながら結束するで、ことができるってことで。なるほどね。
この縛り方も俺初めて見てる。あ、そうか、うん、こっち寝ちゃったんだよ、これ少し。うん、いや、そういう風になる。もうちょっと上に引っ張った方がいいんじゃない。いつもよりいつもより苦労してない手ですね。あ、いいか、いいかねえか。いつもより育ちのいい手です、ね、育ちのいい手いつもより育ちのいい手ですね。夏だけ引っ張った方がいいんじゃないの。猫にギリギリぐらいまで見せるよね。見せるよね。このさっきのさ、蜂がさ、いや、針金がちょっと短かったんだよ上がってこないんだ、きっと。これ、もう花芽とかわかんの。ちょっとわかんねえな。見たいんだけど、葉っぱになる時はあるのさ。木が小さいからね、葉っぱ目も花目もなんか同じに見えるわけだ。これ大きい木だったらはっきりわかるの、あのつぼみと葉っぱ目と。これみんな花目に見えるんだけどね。これが中をでかいと思うんだよな、うん、それこれ1個だけになってくれれば多分花目だと思う。それ端にぶつかるんだね